こんにちは。ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。今回はナイター限定トランプでボートレース一点外に挑戦します。本日はナイターが4場開催されています。各11、12レースの計8レース、トランプで選んだ出目一点外をしていきます。ただしナイターでの一点外なので1着は1に固定し、2着3着をトランプで選びたいと思います。それでは出目の抽選をどうぞ。はい、それでは2から6までの5枚のカードを用意しました。さあ、この5枚のカードをよく組んでいきます。今回は一点外なので当たるも外れるもこのカードの出目次第。いつものトランプでボートレースとはちょっと違う緊張感があります。さあ、よく組んでいきます。2、5、1、2、5で挑戦します。それでは実際に購入していきます。まず墨の絵、複数選択で11、12レースを選択。1、2、5、1点1000円購入します。次へ2000円投入して、まずは購入完了。続きまして下関、同じくレース選択11、12レース1、2、5、こちらに1000円購入します。2000円を投入して OK です。続いて若松、同じく11、12レースを選択。1、2、5、こちらに1000円購入します。次へ2000円で投票。はい、最後に大村、こちらも11、12レースを選択します。1、2、5、1000円、次へで2000円投票。これで全て1、2、5購入完了しました。それでは実際にプラス収支になるのか検証スタートです。さあ、まずは第1レース、1レース目、若松の第11レースです。このレース1号艇山内選手、2号艇小林選手、5号艇野沢選手で1、2、5、最終締め切り時オッズは 10.0 倍でした。今回は4乗各2レースなので8倍以上、トータル8倍以上でプラス収支は確定。これが来てもまずはプラスは確定します。4号艇加藤選手いっちゃうの、やめて。1号艇が逃げて2号艇がついてきて5号艇来い。お、いいんじゃない、いいんじゃない。野沢選手頑張って、そこから頑張って、野沢選手1がいて2がいて5号艇口がくるっとくるっと、よし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 、1212は OK。 さあ来い5号艇野沢選手、そっから右手、あー転覆、いやーマジか、転覆か。大丈夫でしょうか野沢選手。しかし転覆で125はなくなりました。さあ、続きまして2レース目、下関の第11レースです。このレース1号艇権藤選手、2号艇塩田選手、5号艇が林選手の125、ここ 24.2 倍あります。ここが来れば一撃1万円以上のプラスになります。 24.2 倍、全然ある倍率。こい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 、まずはイン1号艇権藤選手逃げてよ。2号艇がちょっとへこんでるか、いやーどう、あー5号艇の行き場がなくなった。
外は5号艇山本に3号艇、いや1、2は OK なんだけどな、5、林選手2番手は2号艇塩田が2点手を優勢、外から最内をついてここのターンマークでくるっと2番手争い4号艇赤、握った握ったらちょっとしんどいんちゃうか、赤くるっと運んだ4号艇山本逆転です、くるっと4号艇が来ちゃった、1、2号艇の塩田と3号艇になっちゃったよ、これ1点手リードを取っています、1、4、2か、2号艇握って5号艇もついてくる、そこまでは無理か、1、4、3、1、4、2、1、2、5にはならなさそうです、さあ3レース目は大村の第11レース、このレースはオール女子戦となっております、1号艇出口選手、2号艇道上選手、5号艇大豆田選手で1、2、5、締め切り上通 19.3 倍となっております、さあここは2号艇の道上選手、 B1 の道上選手が2着に残ってくれるかどうか、小橋選手が怖いっていうか小橋選手出てる、2号艇へこんでる、これはどう、差しに構えて残してくれ残してくれ、あー残らんか、あー波に飲まれた、2号艇が5着、これは1、2にはならんな、1、3、4ですかね、さあ早くも前半最後の4レース目、住之江の第11レースです、このレース1号艇松崎選手、2号艇中越選手、5号艇長野選手で1、2、5、締め切り時オッズ 17.5 倍となっております、さあ 17.5 倍なんだから来ても全然おかしくないんだから、まずは松崎選手逃げてよ、いや4号艇がいいんじゃない、これ4号艇がいいんじゃない、おー5号艇、長野さんと松本さんというか長野さん行ったんじゃない、これ2着6号艇も来てるよ、おー531、いやーこれはでかいんじゃないでしょうか、まあいずれにしてもイン逃げならず、トップ争いから惜しくも2着、さあいよいよ後半戦突入の、若松第12レースです、このレース1号艇山口選手、2号艇高橋選手、5号艇尾形選手の1、2、5、ここ39.9倍あります、くれば39,900円の払い戻し、さあお願いしますお願いします、先ほどの住之江の11レースなんと10万周出てます、今回はそんな大きいのはいらない、固めで1、2でお願いします、よしいいよ、1、あー2号艇へこんだ、あー1、4、3か1、3、4か1、3、4か2は、あー2位は最下位を走っておられるけど、そこから内側をくるっとは来れないな、1、3体系ですか、ここも不敵中となりそうですね、さあ続きまして、下関の第12レースです、このレース1号艇は地元山口の大峰選手、2号艇高田選手、5号艇中辻選手で1、2、5、 11.1 倍となっております、さあここの大峰選手は地元のインコース、まあ逃げてくれるでしょう、あとは高田選手中辻選手ついてきてください、
スタートしていきました。行け1号艇大峰が好スタート、トップスタートを決めています。いよいよいよトップスタート決めて、そこからスリットコア出ていく1号艇、5号艇行き過ぎや、行き過ぎ、ここ2号艇、ああ足が入って、さらには5号艇の中槌でやってきて、1号艇5号艇行き過ぎた。大峰はターンのロスがあってというところで、あとは6、4、3と追いかけていきます。これは2号艇の差し、5号艇攻めて、1号艇受けて、2号艇が差す。大峰の差し、そして3番手が5号艇、そういう展開ですか。2、1、5、2番、1番、5番、レースは2周目、2号艇、2番手、1号艇、2番手、1号艇、大峰、3番手5号艇中辻の215、21マーク、2号艇それもでかそうですけどね。215か、1号艇大峰かわして、2番手はキープ、上位3艇215、そして今度は1号艇大峰が少しトップ、2号艇高田に低下、2艇手が詰めに行きます。3番手は5号艇1号艇逆転せえへんか、ワンチャンなんかあって、高田がトップです。2番手はそこから内側をくるっとくるっと、あー1号艇、おいおいおい、どうなった1号艇大峰は失速交代、いやー完全になくなりました。さあ続いて7レース目、大村の第12レースです。このレース1号艇石川選手、2号艇大場選手、5号艇川村選手で 1、2、5、12.9 倍となっておりますが、6号艇西野選手の前付けで5艇がスロー、4号艇の短期がましとなっております。ちょっと深いけど、これスタート揃うか、 1,2,5 いけるか、よし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 、 1,2,5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 ,
12.9 倍。いいよいいよいいよ。5号艇いいよ。6号艇を生かして2号艇が刺す。5号艇内側をくるっとくるっと。さばいていきました。先頭は1号艇の石川、水槽は2号艇の大場、その後は3号艇、6号艇と2艇並んで1、2、3、1、2、6、1、2、5、5号艇ちょっと遅れた、波に乗ったな。そこ内側をくるっと、いや126か。独走体制1号艇の石川真嗣です。どうなる、ちょっと5号艇ワンチャンないか。ちょっと遠いか。3号艇、5号艇、4号艇の順、2周目第2ターンマークの展開です。3と6がやり合って5号艇が来るとか。あーちょっと差が開いたか。直線コースこれは厳しいか。あーこれは126ですね。スローが1さんでダッシュが4号6。さあ最終12レース、住之江の第12レースです。このレース1号艇江口選手、2号艇を地元大阪の畑選手、5号艇小山選手で125。さあここもうラストです。これくれば 13.3 倍、13,300円プラス5,000円。それでいいよ、ドラマは最後に待っている。よし江口さん逃げて2号艇ついてって5号艇も来い。いやー4号艇井口選手か。そして2番手集団に、いやまだワンチャンあるよ。頑張って畑選手、地元やろ地元やろ。4号艇と5号艇を生かして2号艇内側から突っ込んでこい。6号艇ですが、2番手はまだ接戦で、今度は4番と5番と両者が接戦状態で、145コースに4号艇の井口、アウトコースに5号艇の小山、2号艇畑選手、畑さん頑張って。江口が早くも抜け出して2号、そっから2着は無理か。うまく追っつけて、ここで4号が井口吉典が2番手に浮上。145小山勤、上位が145となってバック中間地点。そして145か、やっぱ井口さん強いな。ラインタンマークは先頭で1号艇の江口昭雄、2着は確保しますか。2番手4号艇の井口や145攻めてきますが、ここも上位が1号艇、4号艇、5号艇、もうこれは固まったね。145ですね。先頭には1号艇、残念でした。
はい、ナイター限定トランプデポートレース 1,2,5 の一点外、8レース中今回は的中はなしとなりました。総投資が8,000円、回収金額は0、収支額はマイナスの8,000円となっております。もちろん的中率回収率ともに 0% という結果になりました。いやー、しかし本日住之江の第11レース 5,6,3 で103,680円、10万周出ております。さらに下関の12レース 2,5,4,794.8 倍、79,480円出ております。ナイターで荒れると高配当が出るっていうのも今回分かりました。まあ、なかなかナイターでイン逃げ以外が来ることは少ないですが、位置が飛んだ時は高配当、ついナイター限定で普通のトランプデボートレースやってみようかな。はい、次回もぜひ見てください。あとチャンネル登録、いいねボタンもお願いいたします。あとコメントすべて読ませていただいております。できるだけ返すようにもしておりますので、コメントをいただけると非常に嬉しいです。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。